get ready. 雑談です。金銭家です。ハラセンということで始まりました、ハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、明日のアサヤンのオープニングの編集をしたり、まあいろいろ必要な素材を集めておりました。まあ本当楽しみに、僕自身も楽しみな、あのイベントなので、劇団ひとりさんがね来ていただいて、あの浅草キッドについて語っていただけるので、あの配信でね、あの現場のチケットはもうありませんけども、配信でぜひご覧になっていただければなと思います。で、もう早速行きましょう。見ましたですわ、あの真犯人フラグの9話目。いやー、今ねちょっとももちゃんが機嫌が悪くて、朝からあの他の猫と喧嘩しちゃって大変なんですけど、本当に真犯人フラグの猫おばさん状態でねうなっておるんですが、まあ気にせず行きましょう。あ、どっか行っちゃった。いろいろね激しく動いてまいりまして、11年前の同窓会で、まあ、酔っ払って、酔っ払ってて、まあサッカー見ようっつって部屋に行っちゃったら、まあ、あの泥酔してて、で後から林に、まあ、そういう関係になっちゃったって言われててっていうところの、まあ、過去のパートが描かれてね、冒頭で描かれておりましたけども、結構な泥酔具合でしたよね、真帆さんが。なんでまあそれで関係持っちゃったか持っちゃってなかったのか、自分では多分記憶があんまり、なかったんだろうとは思うんですけども、それで林くんって、林の方からそういう関係になっちゃって、しかも当時付き合ってた彼女と別れて一緒になってくれみたいなことを言われちゃってたもんだから、アツト君が実はその凌介との子じゃないのかもしれないっていう不安を、ま、なんと10年間ずっと黙って一人で悩んでいたっていうのを、まあそれを肘田さんにも相談してたりしたっていうことが分かりまして、だから先週まではね、彼どっちなんだろうっていうことだったんですが、まあ関係持っちゃってたということが分かりましたね。だから凌介さんが後半でね、これすごくまあ過去に犯してしまった、そういうなんていうんですかね、過ちはまあ今更どうこういった、どうすることもできないから、それはもういいと。ただ今現在やっぱり行方不明ですから、帰ってき、無事に帰ってきてほしいと。でその過去の過ちのことは一人で抱えずに二人で抱えていけばいいじゃないかっていうような熱く語るシーンがあって、あまりにも熱く語るもんだから、下の隣の人かな、下の人かなにうるさいですよって注意されるみたいなことがありましたけども、いやなかなかの展開でしたねこれも。まあ写真が出た時点ではあれだけ激高してたね、先週林は激高してたんですが、じゃあ写真は一体ね、もう10年も前から写真をね撮ってたっていうのは、じゃあ誰なんだって言ったら、考えられるのはでもあれですか、河村、今週刊何でした、真実何でしたっけの記者の河村なのか、それともあの現場にいて、まあ一緒にサッカーを見ようと誘ってて、いい俺が連絡するっつって
て連絡がつかなかったくずみなのか、でもくずみがね、僕はあの何でしたあれ、穴番を見てなかったんであれですけど、くずみがそこまでこの真犯人フラグに深く関わってくるのかどうかっつったら、僕はそこはその線は薄いかなと思ってるんで、だからいや、あの写真を撮って送ってきていたのは誰なのかっていうことで、もしかしたら雫石コメンテーターのね、なのか、なあ誰だろうね、あれそこ結構重要なというか、これこの事件の真相をというかに深く関わってくる人物ではないのかなと思いますけど、誰だろう、ちょっとわかんない、今のところあまりにもヒントがなさすぎますよね。日野ってパターンはやっぱまだそこはあるか、その線は生きてるかもしれない、っていうのがありまして、でだからこれを推理していく間で、まあそのこと、この林と真帆の関係で、まあ、あの真帆も悩んでたっていうことを、何でした、市場の時でみんなに、話した時に、一星と二宮はもしかしたらこれ真帆が林に協力を仰いで、だから真帆の自作自演でね、行方不明になっているのは自作自演で林に協力を仰いでいるのじゃないかと、この2人は睨んでおるわけですよね。そうなると、まあその線もまあいや悩んだし、まあ林一人の犯行かって言ったらそうではないですよね。あの逃げる時も赤い車で逃げていましたけども、ただ財布をねロッカーに入れてたっていうのがあるんで、やっぱりここ何らかのつながりがね、真帆と林は何かしらつながりが効いてないというか、新居の建設で再開してそれまで会ってなかったとは言いますけども、それで再開した時にっていうのがありますからね。でそうですね、林の協力者というか、あの車の運転手はじゃあ誰なのかって言ったら、まあ轟なのかなって感じはするしますけどね、轟マリナ。やかましい、轟マリナなのかな。でクロビンがあの土のところをね、望月くんと二宮さんが輝きの土で花が咲いたっていうところをこう盗撮してましたけども、こで第2章になってプロビンがいい働きをするんじゃないのかなっていうフラグは立ってますね。だから、今まで炎上系 YouTuber としてやってきましたけど、実はというかね、かなり真相というかに近いところにあのプロビンが行くのではないのかなって感じがします。それから埋められてしまいましたあの人、ミツル、あれがね冷凍死体を確認しに行って違いますって、あの時点ではね警察の人には違いますって言ってたんですけど、まあ6年前に行方不明になった、それも本当かどうかもちょっとね微妙って言ったら微妙なんですけども、で行方不明届は出してますかって言ったら、まあ妻がやってたんでつって、まあ死体の確認をするんですけども、あれがねこう警察の人に違いますって言った後出てすぐ誰かに電話してるんですよね、頼む出てくれっつって、でだから違いますが違うのかもしれないですね。本当に探してた人で、が冷凍死体になってたのか、ただそれその後バタコに縛られて埋められてでしまう、あの時なんか言ってたな、今ちょっと思い出せないや、なんで
まあ、あの死体を確認していって電話をしていた相手は、まあ、バタコなのかなって感じはする。で、あのバタコが、ねえ、これ以上関わるなっつってねえ、まだそうか、まだ引き返せるね、違ったからまだ引き返せるっつってたんだ。だからバタコに電話してたんでしょうね。なんで、でもバタコはもう遅いみたいな感じで、あと一人あと一人って言いながら、みつるさんを殺めてしまいましたね。でバタコの正体はご期待通りというか、カリナさんでねえ、ありましたけども。で最後の最後にまた冷凍のね、要冷蔵の荷物が届いて、そしたらあれでしたもんね、アツト君がカチコチカチコチというか、冷凍のまま、冷蔵のまま送られてきて、まあ次回のあらすじをね、ホームページ見てしまうと、まあなくなってしまうんですけども、あれですね、だからこの事件、僕がね前から言ってたように、アツト君だけ群馬での痕跡がなくて、で真帆さんとひかりちゃんはあの群馬での痕跡があって、これもしかして別々に動いてるんじゃないのかなっていうのは、あのかねてから言ってましたけど、これおそらくそうですね。だからアツト君を中心に、だからやっぱ真帆さん、ひかりちゃんを含め、ねえ、真帆さんが犯人側であればなのか、篤斗くん誘拐されたのを真帆さんとひかりちゃんが二次被害とかね、こう目撃しちゃったもんだから追われちゃってかくまわれているのか、それとも真帆さんの自作自演で凌介さんと別れようとする上で、なのか。そうなるとね、アツト君をね殺す必要があるのかっつったらね、あんまりないような気がするんで、やっぱり被害者なんじゃないのかなと思うんですけどね。どうなっていく。でそれ気になるのが、やっぱりあの轟の社長ですよね。なんか資材になんか不備があってみたいな、こう濁した含んだ言い方をしてましたけども、これ何か事件のこと、事件というかこの事件のことに関しての隠語というかね、暗喩してるんではないのかなと深読みしてしまいますがねえ、どうなっていくのか。それでロッカーでね、真帆さんの財布をすっぱ抜いた記者ね、両角さんって言うんですかがね、いい働きをしておりましたけども、これいや、わかんないな、全然わかんない、本当にわかんないですね。まあ前も言いましたけど、この間って言ったらもう2週間3週間ぐらい前ですか、陣内君がね、凌介さんじゃないんだ、西島秀俊さんと、それから芳根京子さんになんか会って、でその2人自身もこの先の犯人が誰であるかっていうのは知らずにまだ撮っているっていうのをね、耳にしましたからね。だからこれ本当わかんないですね。いや、わかんない。膝がちょっと、そうですね、膝が家に待ちなさいって言ってたのは、あれ誰に言ってたのか、押し入れには本当に何が、押し入れにはだからアツト君じゃなかったんだろうとは思いますけどね。いや本当にわからない。ちょっと一回さらっと見ただけではなかなかわからないな。猫おばさんがなんか言ってたんですけどね、その炎に焼き尽くされぬようみたいなこと言ってた。
ね、猫おばさんが結構ちゃんとヒントを毎回出してくれてるんで、猫おばさん中心に考えるといいかもしれないかな。いや、しかし謎が謎を呼ぶ、来週ね第一章がこれで完結してしまうので、本当に楽しみな、どこまでが第一章でどこからが第二章なのかもう含めてね、楽しみなドラマ真犯人フラ、これちょっともう一回来週までにこのことをまとめ、他のねいろいろ考察動画上がっている六六首とかコンテンツ全部見東大生とかね、ああいう人のやつを見てもう一回考えて僕も話したいかなと思っておりますね。ぜひ見逃しは TVer、 それからパラビじゃない、これは Hulu かね、入ってみるのもいいかもしんないですね。ってことで、ご覧になってくださいと。コント芳根京子、芳根京子さんがね、だからコントが始まるの時はまあ主役級というかね、メインのキャラクターじゃなかったです。メインの方の恋人役で出てて、まあサブキャラクターだったんですけど、もうこのドラマでね、まあ一気にというかね、主役級の働きをして、まあほんとコントが始まるの時はまあ言っても影が薄いってことはなかったですけど、いや一気に、まあコントが始まるを経て今回のこの真犯人フラグで、まあ、開花したというかね、素晴らしいね俳優さんになっておりますんで、まあ、今後のね作品も含め楽しみな、ドラマでありますんで、ぜひご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとう。